と針が6時半を回ったら、もうそこは小江戸の世界。さあ、あなたも川越東山に着替えて仲間入り。ちょっとディープな川越観光案内、始まるよ。おはようございます。8月12日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな観光案内のスタートです。30分というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。この番組は FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。この番組はガイドブックなどではあまり紹介されてないけど、よーく見てみるとはたと気づくようなちょっとディープな川越の横顔や、身近にありすぎて普段なかなか見えてこない隠れた川越の魅力、また歴史や民話、伝説などを絡めましてゆるくお伝えしていきます。お相手はいつもの通り小江戸川越のらりくらりと、アシスタントの辻原真由美こと辻坊ととですね、今日神の声なんですよ、はい、神の声が、はい、なんかね、組合からいらしたらしい。組合からいらしてますね。はい、自己紹介でお願いできますでしょうか。はい、私、はい、スマイルシンジケートという組合から参りました、はい、笑顔組合ですね。笑顔の組合、はい、藤井結と申します。はい、よろしくお願いいたします。ぶつけ本番の収録って多分初めてだと思いますので。初めてですね、はい、もう私はね慣れちゃってるんでこれも行っちゃおうかっていう話なんですがまず、じゃあですね、今週からなぜか3週連続でご出演なんで、はい、わー、藤井さんずっと一緒、すごいですよこれ。嬉しい、うん、3週間泊まりですから、ね、泊まり込みですからね泊まり込みですからね、これ大変ですよこれね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれもとっても大事なこと、はい、この番組は小西様の提供でお送りいたします。いつもありがとうございます。で、ここでね、はい、面白いイベントがちらっとあったんでお知らせします。奈良倉さん的に面白いといえばもうね、ビールでしょビールでしょ、ビールでしょ、ビールですか。8月の19日、来週、はい、来週、ね、土曜日、午前11時30分から、夜の、7時30分まで、はい、クレアモールの、サンロードの側ですね。サンロード側、はい、もうここまで言えばね、ヘビーリスナーの方は分かっていただけます、はい、そこにでっかい公園があります、はい、クレアパーク、はいはい、そこでね開催されるのがサンロードビアパーク2023。ビアパーク、ね、ビール公園ですね。ビール公園、みんなは最高ですね。爆酒公園なのか、ね、ありますので、皆さんですね、もし雨だったら20日に順延になるということなので、はい、ぜひですね、皆さん、車洗わないで車洗わないでですね、この日を待っていただくと面白いと思います。洗車すると降るから、はい、一応予定ではなんと13店舗お店が出てきますので、この日はもう朝からビールとおつまみ、うん、おつまみ、うん、なんかね、私ね3月にもそんなことを体験した記憶があります。記憶に新しい、うん、ラジオ川越の2周年のね、はいはい、イベントの時に僕朝からビール飲んでます。あー、クレアパークね、はい、第一声の番組紹介終わらせて、そうそうそう、あっという間にもうビール漬けになって終わったぞってね、もうねもう安心して、もうその後もね覚えてないです、ずっと飲んでた、はい、藤井さん飲みます？そうですね、はい、私クラフトビールとか好きなんですよ。おお、なんかおしゃれ、はい、おしゃれですね。ただお酒にはすごく弱いので、うん、最初はソフトドリンクで、はい、もうそろそろ帰るかなっていうタイミングで、はい、バーンと頼みます。へー、あー、いいですね、この散り際の潔さ潔さ辻坊は飲めません。ません、ね、ません、全く飲めないんですよ、うん、飲めそうなのに、本当ですか、ね、見た目某所で本番中に梅酒飲んでたら余韻がかかってますんで、たまにこう、はい、1センチぐらいちょっと飲んだり、ね、はい、しかも人の酒ね、うん、人の酒勝手に、うん、ね、飲んでるっていうあれがありましたね、はい、何の番組かって言いますと、この間の私もゲストで出させていただきました、はい、ラジオ川越のね、お酒の番組、ほろよいタイムス、うん、あの人が仕込んだ梅酒をね、はい、なんか飲みまくってました。サングラスのお兄さん、はい、木村さんが、はいはい、木村さんのね、飲んでおりました。美味しかった。 ところで、はい、昨日の11日って山の日なんです。へー、
山の日で海の日山の日でしょ、うん、あと欲しいの川の日が欲しいんですよね、うんうん、1月11日とか11月1日とか、ね、あ、うん、ちょっと並ぶやつですね、そうそうそう、川の字だ、うん、ただどっちにしてもそこ川浸かるには寒いですよね、確かに確かにそうですね寒いからね、なんかね、うん、なんとかね、これはどこかの、国の偉い人が川の日を作っていただきたいなと思うんですけども、面白い、うん、藤井さんどうですか、行きつけの山とかあります行きつけの山、うん、あ、そうですね、私熊本県の出身なんですけれども、はい、辰田山というところで生まれました。はい、辰田山、うんうんうん、はい、魚チャーハンが美味しいところかな、どうだろう、うん、ってクッキングパパに書いてあるクッキングパパ、うんうん、熊本っていうと水の都だね、そうですね、うん、なんだっけ、地層がすごい複雑で、阿蘇なんちゃら阿蘇なんちゃら阿蘇なんちゃらっていうのがなんか順番で積み上がってて、うんうん、その地層の間を伏流水が流れて、うん、地下水が自噴するの、自噴ってこう自分で湧いてくるの、うん、そうなんですよ、うん、熊本ってあの水の神様が結構ね祀られていたりもするんですけれども、うん、その蛇口をひねれば天然水っていうのは、うん、もう水がすごく美味しいんですよ、うん、ということはということは食事が食事も美味しいし美味しい、お酒もお酒も美味しい、これがそう、ね、熊本って言えばね、パッと出てくる、今もう銘柄変わっちゃったけど美少年とお酒なかったかな、すごい名前、うん、ありましたね、うん、あのかの漫画家の松本零士先生がよくこの美少年ドンってこうお酒を、はい、っていうのが漫画の中に出てくるものなんです、そうなんですね、はい、だからね、結構ね熊本お水が好きな人とあと路面電車が好きな人、ね、路面電車、うん、あとね、昔東京で走っていた電車が見たい人はぜひですね、うん、お近くの熊本県で、そうですね、うん、熊本にあるんですか、はい、走ってるんですよ、はい、都営地下鉄の、三田線で走ってたこと、うん、それから東京メトロの日比谷線で走ってた子が、うん、あと銀座線で走ってた子、こう、うん、こう、こう、かわいい子、うん、がね今絶賛活躍中でございます、はい、2両編成で走っているというね、はい、銚子電鉄も真っ青っていう、そうそう、電車のね文化が結構あって、うん、あ、ちなみにですね、うん、漫画家の松本零士先生も九州出身です、そうなんですか、そうなんです、知らなかったです、ね、すごいね、この来週への伏線が、うん、すごいですよね、はい、ね、うん、それでも行きつけの山は、行きつけの山はないかな、ないかな、あの妙見山っていうところがね兵庫県の、うん、はいはい、あの妙見山行きっていう電車が私の最寄り駅、はい、実家の最寄り駅というかなんというか、はい、よく見るんですけど、色はマルーンです、あ、マルーンだったかな、はい、マルーンです、あの阪急の電車、阪急の電車もらってるんですよね、阪急マルーンの小豆色、野瀬電鉄、そう、野瀬電鉄、ね、妙見山口行きみたいなのがあるんですけど、はい、あんま行ったことないですよね、ないですか、名前は聞くけど、でも塚ならよくあるでしょ、塚、うん、あ、宝塚とかですか、いや、あの笹塚とか、あ、笹塚ね、うん、あの笹塚のプロダクション所属なんです、あ、そうなんですか、うん、はい、笹塚なんか芸能プロ所属ですか、芸能人ですか、あ、そうなんですね、はい、一般人です、一般ピッポです、サインもらっちゃおう、ね、一般ピッポで す、 いいです、ね、ちょっと声の一般ピッポです自分で言う、はい、で、川越ですとね、はい、まあ、いわゆる山っていうのは、うん、あの地形的な山はないですよ、うんうん、あの築山みたいな感じで、うん、例えば富士見櫓とか、はい、あと古墳、うん、みたいな物理的な山はあるんですけども、まあ、ほぼ丘に近いですね、うんうん、で地名です と、山田、山田、うん、山田という地名、城山、城山、うん、あと寺山、寺山という地名がありましたね、ちょっと観光案内しておかないと番組的に成り立たないんでやっときますけれども、そうですね、うん、この山田ですと、うん、山田八幡神社というのがありました、ここね、手水鉢が明治のレンガ製です、うん、珍しい、うん、でそのレンガの手水鉢の下の方に明治運年、はい、誰々が作ったぜっていうね、こうモルタルに文字が、ね、彫り込まれているというものがありますので、ね、これでもね交通がね、はい、決して便利ではないんで、うんうん、あの根性のある方は行ってみてください、はい、であと城山という場所がありまして、はい、これがね、入間川街道で、まあ、川越の
南西の方に行く、まあ、南大塚をちょっと過ぎたあたりでしょうか、うん、ここら辺にあるのがですね、まあ、西部のアヒナ線というね、アヒナ線、はい、あのもう廃線になってしまった鉄道線路の跡であるとか、はい、入間川街道自身が結構石仏系が多いんで、うん、もうね、石仏マニアの方でしたらぜひ石、うん、ほう、あの歩いていただきたい場所ですし、あとね、今バイキングになってるのかな、マーケットテラスさんっていう、マーケットテラス、はい、うん、っていうね、美味しいレストランもあるんで、まあ、ちょっとあの辺をですね、歩いてみるのもいいんですけど、まあ、ちょっと交通がいささか不便であるこちらもはい、いうのがあります。まあ、南大塚駅からだったら徒歩30分ぐらいかな、徒歩30分、はい、いい運動になります。で、寺山ですとね、うん、ここ最近ですと飲食店が急に増えてます。牛丼のあのお店とかハンバーガーの、あのお店とか、お寿司が回るあのお店とか、まあ、いろいろありまして、まあ、そこちょっと新しいエリアなんですが、古くからの川越市民の方ですと寺山って言ったらパッと出てくるのがジェルシー牛乳。ジェルシー牛乳、はい、ジェルシー、うん、これジェルシーっていうのはどういう意味かというとジャージーの古い言い方だそうです。そうなんですか、はい、で今もねジェルシー牛乳さんご健在なんですが、はい、今は明治乳業さんとタイアップしてそこの配達業務販売業務をやってらっしゃいますけど、昔はねご自分のところに牛飼ってで、はあ、寺山ジェルシーっていう牛乳瓶でね、はい、各家庭に配ってました。で、川越寺山に牧場があったんですかという流れこれですね、すごい、ということなんですよね。でも牧場があった時代に確かに私生きてて牛乳飲んでたはずなんですが、その場所は特定できないです、うん、こんな私でも子供の時代がありましてそうですね、そして辻坊、はい、8月15日もうすぐ来ますけどどんな日でしょう、はい、8月15日といえば辻坊でも知っている、はい、終戦記念日、そうですね、まあ、正確には停戦なんですよね。停戦なんですか、うん、終戦そのものは翌月の9月、はい、9月に東京湾でミズーリっていうアメリカの戦艦がやってきて、はい、そこで負けましたって反抗してるんですよ。だからそれが本当の終戦らしいんですけど も発表があった日ってことですか。そうそう、うん、とりあえず一旦やめないっていう、でそれから処理してこうよってんで、コーンパイプ加えたね、マッカーサーさんがね、厚木基地に降りてっていうようなことがあった日なんですけども、どうですか、なんかもう行きつけの戦場とかありますか行きつけの戦場、はい、戦場跡地とか、あ、ラジオカウボーイかな、戦場戦いなんだ、戦ってますね。ということは辻坊は戦場は戦場どこですか私どこのカレー屋、どこのカレー屋、ね、カレー屋で毎回戦ってます、ね、なんと戦ってんのか分かんないんだけどね、はい、というのがありまして、水売り号だったかな、うんうん、で確かあの船って今真珠湾に保管してあって何度も復活してるんですよ、うん、太平洋戦争で一回引退して朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争に出て最後は確かエイリアン相手に戦ってなかった、わからない、バトルシップかなんかで何、うん、映画のバトルシップでね、はい、エイリアンをぶちかましたのがねアメリカの戦艦だったっていう、うん、そういう復活を遂げてるんですね、若干そこら辺に宇宙戦艦ヤマトのロマンが入ってますね。本当だ、はい、で、これね川越っていうのは、はい、じゃあなんか戦争を直接何かあったのかいっていう話なんですけども、うん、正確に言うと直接の被害はなかったそうです。うん、まあ、強いてあげれば誤爆とも思える爆弾が2つ、あら、うん、あと川越、これで確かね連雀町で1人亡くなっているかな、それから旅行者の方が川越駅で、機銃掃射っていうのを受けています。機銃掃射、掃射、うん、まあ、要は飛行機から機関銃を撃って、はい、と下を攻撃するっていうね、うんうん、これでやっぱり旅行者の方が亡くなったというのがありましたけど、まあ連雀町に2個の爆弾が落とされて爆風で1人、うん、で翌年7月はその川越駅で機銃掃射で、もう一つがですね、うん、B29 という、聞いたことある、とっても大きい爆撃機がありましてね、かっこ当時、かっこ当時ね、はい、うん、でこれが川越上空で火を吹いて高階村、今の新河岸あたりに起こってきて、ほう、うん、で乗務員が捕虜になったっていう話があるんですね。
で、これはね、高階のこの痕跡っていうのはどこに落ちたか特定できないんですが、神社があってその近くではないか。これ、ね、高階市民センターに、高階観光案内図ってのがあるんですよ、はい、いわゆる掲示板方式 で以前は新河市駅にあったんですけど、うん、新河市駅改築に伴ってそっちに移動したんですが、その案内図の一部に神社があって、うん、その神社の横に B29 のイラストが描かれている、結構ね謎めいてるイラストです。これ多分ね未来の私が写真出してると思いますので、はい、放送中にご覧になってみてください。まあ、実際行ってご覧いただくともっと分かりやすいと思いますけどね。で、市民の性格、生活に関しては、うん、結構ね他の町と比べると大きく恵まれたそうです。川越は、ではまず空襲受けなかった。で逆に言えば川越を燃やしても、価値があんまりなかったっていうことなんですよ。だから例えば熊谷みたいに大きな町とか大宮みたいに鉄道が集中してる町とか、あと群馬県の太田みたいにもうガチで飛行機作ってるところがあるとかっていうところに落とした方が繊維は喪失するわけですよね。確かに困っちゃう、で、まあ、基本的に川越っていうのはそういったところが攻撃されなかったんで、今の町並みが無事に残っている、というのにつながるわけです。で、結局ね、その伝説の域になってきますけど、川越の上空を飛行機で飛ぶと、どこからともなく雲が現れて迂回せざるを得なくなったっていう話とかね。すごい神がかり、神がかってますね、守られてますね、というのがありまして、あとはね、まあ、痕跡としますと紡績工場で、風船爆弾作ったりね、風船爆弾って和紙をこんにゃくの糊でつなぎ合わせて中に水素ガスを詰めて焼夷弾をつけて偏西風って言って、西から東に流れてる風があるんですよ。これに乗っけると、アメリカに届く。本当に？で、実際に何発か落ちてるんですよ。お空をこうふわ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 爆弾が飛んでって、はい、でこれはね、なんか日本の、軍の流れからすると森林火災を起こさせて向こうを混乱させてやろう、なるほど、だから実際都市爆撃ではなかったらしいですけどね、あとは潜水艦に隠し持ってた飛行機で、アメリカの本土を2回ぐらい攻撃してます。結構有効だったっていうことですかね。でもね、潜水艦に飛行機飛んでもせいぜい2機か3機ですから。で、積める爆弾もでっかくないんですよね、30キロとか50キロとかっていう爆弾なんで、基本的に日本国内に起こってきてる爆弾って250キロですから、それが起こってくるんで、でも心理的にっていう作戦がっていうのがありましてね。で、あとはね、もう資源がなくなってくると大変なことになりまして、今でもね、古谷の瓶沼川っていう昔の荒川の流れがあるんですけど、この近くにね、陶器の手榴弾、なんか写真を見たことがあります、陶器、なんか小学生の子が、その手榴弾を作っていたっていう歴史があるらしくて、そうなんです。だから、まあ、陶器の壺作って、そこに火薬詰めて、投げて爆発させる。なるほど、壺だよ、大丈夫、壺ですよ、ね、壺、ね、ちょっと梅干し入れたくなっちゃうの壺ですね。そうそうそう、そういうのが発見されたりして、今でもなんかよく探せばあるらしいです。へえ、破片が残ったりしてるんですか。そうそう、ほぼほぼ破片になってますけどね。そういうのがあったりして、まあ少なからずやっぱり川越も戦争には加担はしてたのは間違いないですよね。で、まあ、お亡くなりになった方っていうのが、昭和27年の資料によると、全体で1030名、ご遺族が930世帯、で、2人以上の戦没者がいらしたご家庭が85世帯あったとされています。まあ、だから当時の川越の人口はまあ当然35万もいなかったはずなので、結構割合としては大きかった。これはあれですか、招集されてっていう形 で、 そうそう、招集されたりっていうのもあると思います。まあ、あとは軍属って言ってね、民間人なんだけど軍のお手伝いするよって方もいらっしゃるので、
だからそういったところから考えると川越って、うん、まあ直接の被害こそなかったけども、まあ、ある意味、うん、まあ、震災からも恵まれてるし、うん、戦災からも大きな被害なかったということで、逆に言えばね、この守れたものをこれから残していかなきゃいけないのが、うん、今の若者たちのね、うん、に託したいと。丸投げ、うん、丸投げですね。でもまずそれには知ってもらうことですよね。そうなんです。最近の若い人に例えば古い川越の話とかを聞いても、はいはい、知らなかったりしますよね、うん、あ、そうなのっていう、そうなんだで終わっちゃうことが多いから。そうですね、うん、あの昔街頭インタビューしたことがあったんですけども、はい、今の日本の学生さんが、はい、あの第二次世界大戦で相手がアメリカだったっていうことを知らないっていうことが結構あってですね、なんか嘘、アメリカと戦争してたのみたいな感じで本当に知らないんですよ、うん、そうなんですか。そのぐらいその学校教育で過去のことをあまりシビアに教えていないっていう現実があるらしくて、うんうん、特にまた地元の話っていうと、はい、地元のね、うん、あの人に聞くっていう場所がないような気がします、うんうん、そうですね、うんうん、だからそういうのってやっぱりね、まあ、なんていうの、負の歴史も含めて、うん、ある程度は知ってた方がいいのかなっていう。そうですね、うん、こうなんていうの、闇のどす黒いところまで知る必要はないと思うんですけれどもやっぱりね、負の歴史があって事実としてそれを掴んでいながら街を見るとやっぱりこれも変わってくるかなと思うわけですよ、うんうん、でこれがねやっぱり戦災に関しての慰霊碑っていうのが川越にもありまして、私が把握してるのがね、うん、福原公民館と、まあ、一番分かりやすいのは氷川神社の直来殿っていうね、場所の前なんですけども、三角形の、うんうん、あの慰霊碑がありまして、ね、ここはねかつて噴水がありました。うーん、今はないんですか、噴水は。今は噴水の本体は残ってます、うんうん、はい、水は出ておりません。なるほど。川越って意外と噴水短命なんですよ。へ、うん、辻坊大好きな例のお寺、例のお寺、はい、例のお寺、はい、いつものね、はい、北院に行きたいん、はい、ここも昔噴水ありました。今の笑うとこだったんですよ、ね、笑う大丈夫です。多分今リスナーさんがね一緒に言ってくれてるから、一緒に言ってくれてる、ね、一緒に言ってくれて、うん、もう期待にって言われたら、うん、もうみんなで一緒に行きたい、行きたいっていう感じで、ね、今多分ツイッターがね、パニック起こしてますよ。みんなもう、うん、バズってますから、行きたいんで、行きたいんで、もう川越伝統ギャグでございますので、はい、仲いいの人と仲いいの、ね、仲いいもうね毎回言ってるねこれね、毎回言ってますね、うん、はい、でこのもう一つが、川越駅西口、もう西口、もう今から想像できないくらい、はい、噴水がありました。で今の西口になって、まあ、もうざっくり10年近く経ってるんですよ、うんうん、でその前が、一回再開発っていうんで、うん、やって駅の、真ん前にちっちゃい公園があって、うん、そこに噴水があって、そこから地下道で別の歩道に行けるっていうシステムだったんですね。へー、知らなかった、うん、でこれが10年ぐらい前から工事が始まって今の形になってる。あの広い道路のすっきりとした大きい建物がいっぱいある、はい、もともとだってウエスタ川越って少年刑務所があった場所で、はい、そんな川越のそんな近くに、うんうん、でそれが移転した後に県の建物になって、うん、県立図書館とかがあって、うん、でそれをぶっ壊してしばらく更地になってて、ウエスタ川越ができる、うん、なんなら市役所移転しようかって話もあったとかないとか、うんうん、ちょっと近かった、駅から近かったかも。駅近です ね, ですよね、市役所、うん、でも結果 U プレイスができて出張所もできてるんで、そっちの方が近くねえかっていう。ああ確かに、うん、そっかそっかっていうのがありますのでね、噴水、川越の噴水で、うん、おそらくネットで検索かけると下手するとほとんど私の記事が出てくるんじゃないかおー、伝道師、伝道師。もうね、北院の噴水って言えばね、うん、北院の噴水で検索かけるとだいたい乳母車の写真出てきますから、それ北院なんですか、はい、あれ北院なんですよ。可愛らしい。そうそう、乳母車ですよ、ベビーカーじゃないですか、乳母車に乗った、うん、うんうん、
ちっちゃい。そうそうそう。野良さん。いや、あれ当時3歳ぐらいのうちの、あの妹でございます。あ、妹さんなんですか。はい、うん、そうなんだ。でカラー写真で噴水が吹き上がってる写真って、あんまり見かけない。で噴水がね、どういう経緯でなくなったのかとか、あと真ん中にあった灯籠が今どこにあるのかって、うん、まだ調査中なんです。はで、なくなった原因は簡単だと思うんです、はい、壊れちゃった。へえ。で修理せずに、うん、10年ぐらいで壊れちゃった。あらまへ、うん、で灯籠が多分上野の寛永寺さんからもらってきたいい灯籠があるんですけど、それがどこにあるのかっていうのもちょっと調べたときに、うん、10年前に調べたときは先代住職の時代の話でわからないって言われたんですよ。ところが、もう半年ぐらい前になるかな、高谷江川さんと小林ありささんのトークトークレディオで、うん、北院さん特集したときに、はい、質問事項で私が送ったものを聞いてくださったら、はい、栗の前にある2本の灯籠のうちのどっちかっていうところまで絞り込めた。じゃああるんですね。あります。あるんだ、うん、だからね、そういったものも、ごちゃごちゃ雑学含めて、うん、はい、歩くと面白い。面白いですね。川越なぞなぞみたいな。そうそうそう、うんうん、あ、今川越なぞ解きイベントとかやってますけどもね、これ私が作ると全員正解できなくなるからやっとけって話。ディープすぎますね。どこどこの石はどこにあるかみたいな、どこだっていうのがありますね。うん、まあそんなこんなでね、はい、戦争の話ね、でもやっぱりね、基本的にこのいい悪いは別としてね、うんうん、まあ、行為そのものは悪いんだけど、その戦争に関わるもの、兵器に関しては男の子は基本好きです。ですよね、うんうん、基本大好きなんでね。だからプラモデルが売れる、ジオラマ作ったりするっていうね、まあ、僕は鉄道の方に傾きましたけど飛行機細かいんだよ。そういうこと。本当に細かいから、マスキングって言ってこう色を塗り分けるためのテープ貼るのがすっげえめんどくさくてさ、それは大変。うん、あれやってる人って尊敬するわ。うん、まあうまくね、こんな感じで来週に話をつなげたいと思うんですけどもね、はい、うん、じゃあ次もとっても大事なことを。はい、この番組は小西様の提供でお送りいたしました。はい、ゆうさん、なんか番宣ある？あ、そうですね、毎週火曜日の夜11時から、はい、スマイルシンジケートという番組を私パーソナリティでやらせていただいております。はい、はいはい、こちらもですね、非常に話題がディープで、ディープですよね。ディープだよ、これ聞くと。ゲストの方も素晴らしい方が来ておりまして、その前の番組はマチュピツだからね。マチュピチュ、マチュピツの話題からの、車何万キロ走った話題からのシンジケートですから。すごい、あ、結構濃い時間ですよ、あそこ。ぜひ聞いていただきたい、ね、聞いていただきたいと思います。さて、まあ、そんな感じでお送りしてまいりました、ちょっとディープな、川越観光案内、いかがだったでしょうか。今日もね、暑くなりそうな感じがいたします。皆さん水分、ね、水分補給、塩分補給、アルコール分補給をしっかりしてね、川越市内を皆さんね、のたのたと徘徊していただければ幸いちょうでございます。ね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、いつもの決め文句をですね、せーので言いたいと思います。はいはい、いきますよ、せーの。それでは本日も小江戸川越でお楽しみください。またねー。またねー。